こんにちは、デラブです。今回も名古屋の美味しいご飯屋さんを紹介していきます。まずは住吉の路地裏にある串原に伺いました。住吉の路地裏にあるお店で隠れ家的なお店でした。店内は1階席と2階席があり、1階席はカウンター席のみで、2階席はテーブル席があるようでした。1階席で楽しみましたが、落ち着いた雰囲気でした。料理は串原なのでお酒に合うメニューが多く、ラム肉を楽しめるメニューが中心でした。ラム肉以外にはフレンチの創作料理もあり、スパークリングワインやワインと合わせるとより料理が楽しめるようなラインナップでした。飲み放題メニューも揃っていました。お通しはミニチーズバーガー、ミニですが味はしっかりしていて美味しかったです。牛タン先のローストビーフを注文。歯ごたえがしっかりしていて、口の中が肉汁で溢れました。ラム串を注文。種類もありどれもジューシーで美味しかったです。チーズをまとった丸ごとトマトのコンソメに大葉ソースを注文。フレンチおでんの一品でトマトとチーズの相性が良く、大葉ソースも美味しくお酒との相性も良かったです。ラムチョップのカツレツを注文。衣がサクサクでラムも美味しかったです。串カツを注文。串カツカレーを注文。自家製カレーがコクがありスパイシーで、串カツも美味しかったです。チーズフライドポテトを注文。濃厚チーズでスパークリングワインとの相性抜群でした。続いて住吉にある町中華屋さんへ伺いました。店内はカウンター席とテーブル席がありました。夜遅かったですがにぎわっていました。餃子を注文。焼き加減がよくニンニクも感じる餃子でした。ニラ玉炒めを注文。卵が多くビールと合う味付けでした。麻婆飯を注文。ボリュームはしっかりありました。とろっとしていて程よい辛さで、ひき肉もたっぷりで美味しかったです。続いて池下にある焼肉屋さんへ行きました。店内はカウンター席とテーブル席がありました。焼肉店ですが清潔感がありました。店内はカウンター席とテーブル席がありました。ディナータイムなので焼肉を楽しみましたが、ランチタイムでは業態が変わり、カレーうどん屋さんになります。カレーうどんはトッピングが豊富で美味しく、カレーうどん屋さんとしても人気のようです。塩タンを注文。歯ごたえがよく噛むごとにタンの旨味があふれ、口の中に美味しい旨味でいっぱいになりました。ちなみに焼肉は炭火で楽しむスタイルです。ささみを注文。柔らかく脂も甘かったです。ランプを注文。肉厚ですが柔らかく程良い脂がよく絶品でした。貝の身を注文。さっぱりしたお肉で美味しかったです。内ハラミを注文。脂が乗ってジューシーで美味しかったです。三河赤鶏ももを注文。肉厚で鶏肉の旨味を感じられ美味しかったです。霧島三元豚ロースを注文。
脂が少なく絶品な豚肉でした。カレーうどんを注文。締めは自慢のカレーうどんにしました。とろっとしていてコクもあり、スパイシーなカレーだしで、うどんもコシがあり美味しかったです。うどんを食べた後にご飯を注文。残ったカレーだしにご飯を投入。カレーうどんとカレーライスで2度楽しみました。カレーライスにしても絶品でした。デザートも楽しみ大満足でした。続いて新栄にある鉄板焼き屋さんへ伺いました。店内はカウンター席のみ。ビル1階の奥にあり、隠れ家的な鉄板焼き屋さん。お店の BGM はずっとサザンが流れていました。鉄板焼きメニューが中心で、カウンター席のみなのでバー感覚で楽しめました。ポテトサラダを注文。ベーコンは鉄板で焼いていて温かいポテサラでした。トマトのおひたしを注文。トマト丸ごとで優しい味わいでした。赤ウインナーを注文。昔懐かしい味わいは安定でした。ハラミとニンニクの芽の塩オイル焼きを注文。ハラミも美味しく、ニンニクの芽が良いアクセントでした。豚玉を注文。ボリュームがあるお好み焼きでした。マヨネーズとソースのバランスが良く、鰹節などの薬味も美味しかったです。具沢山で食べ応えがありました。平打ち麺ソース焼きそばを注文。普通の麺もありますが平打ち麺にしました。平打ち麺はソースとよく絡みました。もちもちとした食感も良かったです。続いて伏見にある居酒屋へ伺いました。お店の前を歩いていたら、レモンサワー1杯60円と、とんでもないイベントを実施していたので入店。店内はテーブル席のみとなっていました。メニューはテーブルに備えてありますが、QR コードを読み込んでスマホで注文するスタイルでした。メニューは居酒屋メニューが中心で、豊富に揃っていました。伏見駅からも近く、名古屋の中心にありますが、リーズナブルでコスパは良いと感じました。豚ねぎま2本を注文。2本で390円で、このボリュームはコスパが良かったです。焼き餃子を注文。お店おすすめの一品を楽しみました。ニラ玉を注文。もやしたっぷりで食感が良かったです。鶏味噌串2本を注文。甘辛ジューシーでした。鉄板ナポリタンを注文。昔懐かしい味わいでした。ご視聴ありがとうございました。また次回まで、さようなら。